こんなコメントをいただきましたと、とうとうなんか我々は MBTI の質問も来るようになりました、うん、来るようになって、そのコメントというのが、うん、愛さん、女性ですかね、うん、あのアイコンでは女性でした、はいはいはい、女の子の、うん、初コメ失礼します、うん、いつも楽しみに拝聴しておりますと、ありがとうございます、聞いてくださってる、うん、私は NT タイプなので、うん、今回特に楽しく拝聴できましたと、うん、NT タイプの取説って言って、うんうんうん、あの16の性格っていうやつから、うん、その NT タイプにはこうやって接しようっていうのをあげたんですけど、うんうん、そのコメントですね、うん、で私の主観ですが、うん、INTJ と INTP は、うん、似た者同士であるため、うん、誤信されやすいと思いますと、うん、故にいつの日か INTJ と INTP の差異や見分け方など、うん、この INTJ と INTP をメインにした動画を見たく存じますと、うん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 、もう言葉遣いが丁寧、うんうん、存じますなんてメールの文章ですよ、僕はもう本当45以降ですよ存じますを覚えたのが、うん、で16タイプの性格に精通しているお二方のご意見をぜひお伺いしたいですと、もう一回言いますね、はい、16タイプの性格に精通しているお二人のどう思います、うんうん、どう思いますっていうかプレッシャーですよね、プレッシャーっていうか、そもそもそんな精通はしてない、むしろ皆さんよりもしてない方ですよ、うんうん、ただこれが2年後とか精通してる可能性はある、可能性はある、やり続けて、はい、あの何でなの、一緒に本を読んでる感じです、うんうん、なので精通は全くしてないですよと、うんうんうん、今の段階は読んでるだけ、読んでるだけ、うん、そうそうなんですよ、うん、でじゃあエニアグラムに精通しているかって聞かれると精通してますか、うんうん、エニアグラムの方が読まずに喋れる、はい、読まずに喋れます、はい、読まずに説明できる、ただ僕はそれを精通しているって聞かれると、うん、いや違うと、精通はしてないよ、うん、上には上はいるよって、うん、どこまで行ったらはありますよね、ある、うん、し、ただそのお願いしますってもらうほど、うんうん、案件をもらえるほど精通はしてない、うんうん、っていう思いがある、まあ、うん、難しいですよね、言葉の、うん、はい、エニアグラムは、はい、なんとなくこう何にも資料なくても、はい、聞かれれば答えられる、まあねそうですね、けど、はい、MBTI は、はい、資料がないと何も答えられない、あと、うん、我々が今ここまで挙げた話って、うんうん、カーシー博士なんだ、カーシー博士で、カーシー博士と、うん、その16タイプの性格っていう本をいつも元にやってたんですけど、うんうんうん、このカーシー博士のセルフヘルプ術っていう本だと、うん、あとはその16タイプの性格もそうなんですけど、うん、E と I、うん、S と N、うん、T と F、うん、J と P って、うん、このなんか判断の順番っていう風に覚えてたんですね、うんうんうん、要はどう接して、うん、どう感じて、うん、でどう判断してどう決めるかっていう順番だっていう風に思ってたんですけど、うんうんうん、MBTI ですって言ってやり始めて、うん、MBTI だとそれが違うんですね、うんうんうん、なので今日はなんかその辺の違いからやっていくと、うん、この INTP と INTJ の違いが、うん、結構この MBTI だとなんかそのロジカルに説明されていて、うんうん、それが面白いなと思ったので、うん、ちょっとそのお話を、うん、ただ INTP と INTJ、うん、このカーシー博士の方で言うと、うん、基本我々には4つの気質があるよ、うんうん、SJ がエピメテウスですね、うんうん、伝統主義者、うん、SP が酒の神バッカ バッカスディオニソス、うん、自由、うんうん、俺がやりたいことがやる、うん、っていう人と、この質問くれた方の NT っていうのは、うん、エピメテウスのお兄ちゃんですね、プロメテウス、うん、知識、うん、戦略の人、うん、でちなみにこのプロメテウスっていうのはその、うん、人間に火を与えた人だと、うんうん、もうゼウスが人間は浅ましいから、うん、火を文明を与えちゃダメだ、うんうん、どう使うかあいつら分からんって言ってるのに、うんうん、プロメテウスは火を、うんまあ、これはもうこの何て言うんだろう、文明ですね、うん、を与えたと言われる、でもう一つが NF アポロですね、アポロ、理想主義者、うん、理想を追い求める、うん、でもその理想が分からないから、うん、ずっと自分を探し求めるなんていうタイプで、うん、っていうところのまず気質があるよ
で気質が強くあってだんだんその、うん、まあ他の部分は、うんうん、物事を決めるときは、うん、後から第2第3で出てくるものだ、はいはい、第2機能とか第3機能とかっていう感じで紹介されているのが、うん、このカーシー博士、うん、でちなみにこのカーシー博士で、うん、INTP と INTJ の違いをざっくりお話しすると、うん、INTP、うん、INTP っていうのは、うん、宇宙の解明こそが人生のテーマ、うんうんうん、結構この何て言うんだろう、ロジカルではなくて、うん、文章で語られてるんですね、 こちらの、カーシー博士の方は、うんうんうん、例えばアイデアやシステムの建築家で、うん、集中力と調査能力があり、うん、権威には無関心、うん、で宇宙の解明こそが人生の目標で、うん、アイデアや理論を構築する仕事に向き、うん、まあ、優秀な教師とか単独でできる仕事がいいよ、うん、っていうこと、あとは内気で他人のことには鈍感、うん、っていうことが描かれているのが INTP、はい、で若干この P の部分ですかね、ふわっとしてるっていう感触を僕は得ていて、もう一方の INTJ はですね、論理的な現実主義者っていうところがあって、うん、INTJ を言うと、うん、自信にあふれてポジティブ、うんうんうん、権威には無関心、ここは一緒ですね、うんうんうん、で現実を操るプラグマティスト、具体的主義者だと、うんうんうん、で論理的戦術に長け、戦術に長け、うん、経験主義と直感を生かす人で、科学研究や経営的なことに報いますよと、うんうん、で人間工学の仕事に報くとあって、孤高の組織人っていう説明、あとは、まあ、どちらも社交は苦手、うん、でこの INTJ は子供には献身的で一貫的なしつけをしますっていう説明がされています、うん、ちなみにこの違いで言う P と J ですね、 P と J ですね、うん、P と J と違いとしては、うん、P は保留、うん、J は決断、うん、で P はデータ収集、うん、J は決定したい、うん、で P は臨機応変、うん、J は確定したい、うん、で P の人はその場で対応、うん、J の人は事前の計画、うん、で P の人は選択肢を残す、うん、J の人は集結したい、うん、で P の人は最後まで決めない、うん、っていう、あと J の人は計画する、うん、っていう違いがあるんですけど、うんうん、じゃあこれが MBTI ではどう説明されてるんでしょうねっていうお話なんですけども、うんうんうん、ですね、先ほどカーシー博士の方では決める順番だと、はい、要は外界にどう接して、うんうん、どう感じて、うん、どう判断の仕方で、うん、感じるのか思考するのか、うん、で違いがあって、うん、最後にどう決断するかっていう順番だったんですけど、うん、MBTI だと、うん、まずこの内向外向っていうのは、うん、エネルギーの向かう方向だと、うん、これ先週の動画でもやりましたね、うん、ライブでも、うん、で S と N は物の見方だと、うん、でT と F っていうのは、まあ、判断の仕方、ここまでは一緒なんですけど、うん、この MBTI では、うん、J と P は外界への接し方だと、うんうん、でここで INTP と INTJ を見てもらうと、この INTJ っていうのはまずその外界への接し方としては思考なんですね、うん、思考で接するんですよ、うん、TJ、INTJ は上から2番目ですね、うんうんうん、で、うん、INTP は直感なんですね、うんうん、要は P の人は物の見方で接する、 J の人は判断の仕方で外界と接するんだと、うんうんうん、で INTP の方は、うん、主機能が T なんです、うん、で、うん、INTJ の方は主機能が内向の N ですと、うん、で補助機能も変わってくる、うん、第三機能も変わってくる、うん、劣等機能も変わってくる、うんうん、っていう、うん、とてもシステマチックになんでございます、はいはい、っていう、うん、なのでこれがですね、愛さんの前に、うん、二等兵に、はい、かなり、まあ、僕は、うん、
この本を一人で読んで、読んでいてとても面白いと、はい、よく僕も外交内交わからないと思ってたんですけども、これでいくと、まあ、簡単に私って ESFJ なんですね。色能が外交の F、J の人なのでフィーリングで主機能ですと、で劣等機能として、まあ、ユングの時も言いましたが、シンキング、思考、思考のが劣等機能、外交内向、あそこは内向、内向、内向のシンキングが劣等機能ですと、であって、これの説明が ESFJ の説明を先にしてもしょうがない要は僕に響いたっていう話をはいはい、はい、したかったのが、先にですね、僕が分かったっていう、はいはい、この ESFJ の、要はこの組み合わせになるんですね。そうすると、はいはい、ESFJ の内向感覚っていうのは、思慮深く現実に焦点を当てる、落ち着いて考える、事実に基づいて考えを検討する、注意深く動じない、一貫しており頼れる、好みにうるさい、誠実謙遜する、でストレスにされた場合としてしみったれる、心を閉ざしインギンブレーになる、インギンブレーっていうのは僕がよくやる、あの、丁寧すぎて逆にブレーっていう、でこれが内向感覚の S なので、僕はこれが補助機能なんですね。で主機能僕は外向の F なんですよ。で外向の F の主機能としては、協力のために行動することを重視する、思いやる、社交的で友好的、共感的、親密性を求め温かい、率先して関わる、交流を求め陽気、理想主義、顔の表情が豊か、エネルギッシュ、でストレスにさらされた場合として衝動的でせっかちになる、感傷的でつまらないことを騒ぎ立てる、悲劇の主人公になる、っていうのが僕主機能、でこの今僕これを先にやってるのは、皆さんに分かりやすいかなと思って、まあ、説明しやすいってことですね、はい、で要は、僕の主機能はよくこの主機能と補助機能っていうのは、主機能っていうのは外面、要は仲がいい時、仲がいい友達と集まる時とか、家族で集まる時っていうのは補助機能を使うことが多いんです。主機能じゃない、なんか主機能ばっかりを使っていると、主機能っていうと、まあ、イメージとして免疫機能って感じじゃないですか、免疫機能で、免疫機能っていうのは主に、なんて言うんだろう、外で、外面な時、要は基本我々会社とかで働いてる時って外面じゃないですか、その要は一番燃料を使う時に何を使ってるかっていうと、それが主機能ですと、で、あの補助機能っていうのは、要は主機能ばっかり使ってると人間疲れちゃうよねと、でそれを補助するものとして補助機能があるんだよと、なのでその家族と接する時とか、すごいもう40年来の友達とか、そういう時、あの、まあ、中学校の同級生とか、はいはい、と接する時は結構補助機能で素の状態みたいな、素の状態みたいな、なんで僕、それは迷うのは当然ですよね、っていうのは冷静に考える時あるよ、それは落ち着いて考える時あるよそれはありますよ、ね、っていうのは、それは補助機能の時は、要は仲間内の時は、多分僕は そっちで接してるんですよ、補助機能で、で こういう場では、僕はもう ESFJ の主機能、陽気、理想、陽気で、率先して関わり、エネルギッシュで顔の表情が豊か、みたいなところが出てるなっていうのが、あ、もう ESFJ やんっていうのがパカッてはまったんですね、なので僕 MBTI すげえと思って、で皆さんもちょっとこれ分かりやすいかなと思って、で、じゃあこの INTP と、INFP の説明を、主機能補助機能をさせてもらいますと、